どうもお疲れ様ですまあ億万長者っていうねキーワードがちまた、あ、にあって私もね利用させていただくことがあるんですけども実際に1億円という金額を稼ごうと思ったらどのぐらいのペースになっていくのかなっていうことをね、まあ、体感を共にお届けしようと思いますけどもまあ、私が考えたのは1日に10万円の利益を3年間毎日出し続けて 3年後に1億円なんですよね。これ計算したらすぐ分かると思いますけども、あの、1日に1000円とか2000円の売り上げっていうのは最初のうちはいいんですけども、それじゃ全然届かないんですよね。で、年間で1億円ってなると、これはちょっと雲を掴むような話で私もね、えー、途方もないことだなと思いますけども、実際にそういう人っているんですよね。年収が1億円っていう人はいるんですよね。 まあでも私たちがいきなりそこに行けるとは思いませんので大体3年で1億って考えたらどうかなっていうところに導き出されたのが1日10万円の利益なんですよいやそれだってね常識外れでしょ大体アルバイトに行って日当1万円の仕事ってそんなにないですからねでまあサラリーマンとしてお勤めになってる方でも例えば月収60万の人月収60万って言ったらまあまあでしょいやもうちょっと言って月収90万にしましょうか月収90万の人日当3万ですよ 1>, 1日働いて日当3万たくさんの部下を扱ってね重い責任を負ってですよ、ね、だからあのだいたい40代とか50代で年収月収が90万っていうともう役員クラス最低でもなんか部長とか部長の中でも取締役に近い人とかね、まあ、そんな方だと思うんですよで配当もあったりとかさまざまですよね でもそこまでの恵まれた人って今ほんと少ないわけじゃないですか。で、その人でも日当3万なのに、とてもじゃないけどそこまでいってない人が、じゃあ日当10万、3年間で1億っていうふうになってくるとなると、じゃあどんな商品を誰に対してリリースすればいいのかっていうことから根本から考え直さなくちゃいけないですよね。大手企業が販売してるような商品とか、大手企業が販売してるような顧客に向けてだと、多分ダメだと思うんですよ。 だからそういうところをモデルにすることはないかなと思いますけどもまあ学ぶことはあると思いますけどねでもやり方は完全に新しい時代のビジネスになると思いますで実際そういうふうにしていくとそこではね、うん、既存のビジネスの上塗りじゃないですからあの用意どんどんこれからのスタートの業界ですからそこにいる人はあんまりいないってことで実はライバル少ないんですよ、ね、だってこうシンプルに考えてね周りの人も聞いてみてください 日当10万の仕事を3年間続けることができますかってそのための仕事って何ですかどんな稼ぎ方があるんですかって大抵の人答えられないですよあのかなりね高いコミッションの営業マンだってそこまでいかないですからね、うん、そう考えていくと私たちが見たこともない聞いたこともない体験したこともない自分の身の回りにもやったことがないようなことを探していくってことになるんで当然、まあ、その情報ってのはね値段が高くなりますよ 3年間で1億円稼げる仕事の情報なんて無料では落ちてないんじゃないかなと思いますで。無料で落ちたとしても、それが本当にそうなるのかどうかっていう見当はつかないですよね。だから無料で出会った情報って結局無料なんですよ。そこには無料でしかたどり着かない人がワンサといるんですよ。でも、この情報は10万ですよ、50万ですよ、100万ですよっていうふうな 商品があるとしてその情報っていう商品がねそれを買う人って結局ね100万円払える人なんですよね10万円払う人なんですよでそういうふうな形でそのお金をどのぐらいかけれるかそのお金をかける価値があるのかっていう判断ができる人払えるという行動ができる人だけが集まった世界が必ずあるんですよねで私は LINE グループで毎月10万円払わないと あの、入れない LINE グループっていうのがあって、もうね、あの、四年、3年ぐらい入ってるんですよ。で、そこには私と同じような環境の人が、毎月10万円払いながら存在してるんですよ。当然そこで、交わされる、コミュニケーションとか常識っていうのは、多分毎月10万を払うなんてことを思わないような人のところには届かないものばかりだと思います。で、私もたまにね、こうやって、無料の情報の中で、そこで、 こここういいいいたただ情報ととかか話しますすけどもそこに高い価値があるななんんてこと分からないんですよ見分けがつかないっていうかねだからたまに私がこれは LINE グループで10万円払って得た時の情報ですよっていうふうに言うと何々ってなるでしょ <laughs> だからそのぐらいこれですよ注意して聞いてくださいよっていうふうに前置きしないと分からないぐらい情報っていうのはどれに価値があるのかないのかってことを見分けるのは困難ってことなんですよで情報発信者がこれはすごいですよって言ってくれればいいんですけどもでも 世の中には「すごいですよ有料級ですよ!」とか言ってね「有料級でも何でもない情報も落ちてるんで余計と選ぶのが難しくなるんですよね」うん。選択が難しいなと思える方は選択するセンスをいや養わねばならないかなっていうところでございます。当然何回か外れを引かないと養われませんからそんなね詐欺に引っかかってね10万20万100万200万を失ったぐらいでああもう情報,情何情報業界こりごりだって言ってる人はそこまでたどり着けないなと思いますよね。 なんかね、飲食店に入ってみて、あんまり美味しくなかったよねっていう経験も必要だってことなんですよ。はい、ということですかね。まあ、何にしても、1億円っていうのはね、あの、前人未到だと思いますよ。ちなみに、生涯に払った金額で一番大きいものが、あの、税金だと言われてます。ほとんどの人が税金を1億円払ってみたいですね。気づかないもんですね。じゃあ。